こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。今日はですね、今日は5月の22日の火曜日に撮っているんですけども、アップデートメンテナンスが終了のお知らせということで、フリード&グロール復刻英雄祭、かけるなんて言うんだこれ反逆のご強制開催、ご強制登場1万錬金召喚開催、英雄祭限定パックの販売、復刻イベント反逆のご強制開催、反逆でいいのかな。でアップデート内容いっぱいありますね。ホーム画面にてユニットのボイス再生機能追加、マルチルームでユニットを入れ替えられるよう変更。これ地味にありがたいですね。ホストに料理を合わせる機能を追加、これも嬉しいですね。マルチ1日1回無料コンティニュー、これ半端ないですね。マルチ参加時のダンジョンフィルターを調整、料理売却機能を追加、いいですね。ユニット装備を売却強化使用する際の警告表示を変更、紋章石によるステータス変化を各画面で反映できるよう変更、リザルト画面にドロップ量アップを表示、鍵が必要なクエストの鍵不足表示を変更、限界突破のプレビュー表示を変更、星5英雄召喚チケット追加、新奥義発動時に奥義の効果も発動してしまう問題を修正、他プレイヤーのクリア情報から編成を反映する機能を追加、素材一覧の初期表示順を変更で、不具合の修正が3月26、暫定太陽の竜子、マコ、ソニエの奥義効果を再修正、ユニット一覧をラックで相当した時の表示を、調整、装備の強化画面と編成時の画面でフィルタ設定が共通になっている問題を修正、装備の強化画面と編成時の画面でフィルタ、巨大ボスダンジョン深闇の洞窟にてボスの撃破時のモーションを修正。はい、ということで細かく見ていきましょう。マルチルームでユニットの入れ替え、ルーム内で1番目と2番目のユニットを入れ替えることができますと。これ何気にありがたくないですか。今まで変えたくても変えれなかったですもんね。で、ホストに料理を合わせる、ホストに料理を合わせるボタン機能が追加されますと。まあ、料理を所持してない場合はできませんと。まあそれはそうですよね。マルチ1日1回無料コンティニュー、コンティニュー不可のクエストは使用できません。マルチ1日1回無料コンティニュー、これはホストがってことなのかな。あ、まあでもホストじゃなくてもできるのか。できましたよね、ホストじゃなくても。あれできないか、どうだったかな。でもいつも自分が参加した時ってホストがコンティニューするか待ってますみたいに出ますもんね、確かね。で、売却強化、料理屋にて所持してる料理を売却できるようになりますと。ユニット装備強化使用する際の警告表示、売却はユニットの場合最大進化星5ユニットの売却確認画面にチェックボックスが追加され、ああなるほどね、しつこく確認されるんだ。でもありがたいですよね。私一回なんかバルハラ売ったことあるのでかぶったバルハラを、装備の場合強化済み限界突破済みの装備を売却する際に警告文、強化仕様、ユニット強化画面の素材選択時最大進化星4以上のユニットは表示されないようになります。ああそうなんですね。装備付きユニット
ト、装備付きユニットを限界突破の素材として使用または売却することが可能になる。対象ユニットの装備は解除されます。ああいいですね。私どっちかっていうと、個人的な話ですけど、装備一覧っていうか装備の画面でユニットが装備してたら売却できないじゃないですか、当然ですけど、その装備画面で、なんだろう、まあ強化もそうですけどね、例えばこう、まあ、何でもいいけど、まあ武器がかぶって、まあ両方の武器を、まああんまないかもしれないんですけど、私はよくやっちゃうんですけど、かぶった武器を2つとも違う人がこう装備してて、でも限界突破させたいってなった時に、いちいちこうユニット画面に戻って、装備を外さないといけないじゃないですか。まあ、そもそもそんなこと、かぶった装備をね、こう使うなよって話かもしれないんですけど、私はそれやりがちなので、装備画面でも、ユニット、なんかこの、なんだろう、ユニットから外せる機能とかが欲しいですね、個人的には。この装備付きユニットが限界突破とか売却するときに勝手に解除されるならね、逆もあっても良くないみたいな。はい。で、表示。紋章石によるステータス。バトル中以外でも反映。ああ、なるほどね。ユニット一覧とかでも見れるのかな。リザルト画面にドロップ量アップ。鍵が必要なクエストで鍵が不足する場合、表示されますと。限界突破済みユニットを限界突破素材に使用し、限界突破段階が複数上昇する場合の表示が変更されます。限界突破段階2のユニットに3のユニットを使用すると表示が5になります。ああ、そういうこと？その他アップデート、アイテムに星5英雄召喚チケットが追加されます。これに伴い通算ログインボーナスの2日目と15日目の錬金石5000個が星5英雄召喚チケットに変更されます。マジ？今こんなのもらえるんですか？くれよ。くださいよ。ちょっと新規参入をね、目指してるのは分かりますけど、ね、古くからやってる人にも欲しくないですか、これ。私だってこれ1枚しかもらったことないんじゃないかな。もうみんな1枚か、今んとこ多分。あ、違うか、いつから始まったんだこのログインボーナスで。めっちゃいいな。その他の入手方法につきましては更新をお待ちください。ほう。あ、でも待って。星5英雄召喚チケットにて出現するユニットは5000錬金召喚と同一。あ、そうなんだ。まあ、微妙？それだったら。いや、でも5000錬金召喚のメンツがよくわかんないけど。まあでもどっちみち、まあ、始めた人向けなのか。文句言ってすいません。新奥義発動時に奥義の効果も発動してしまう問題を修正、で他プレイヤーのクリア情報から編成を反映すると。素材一覧の初期表示順を、あ、図鑑ナンバーの照準ね。私この照準とか高順とかがいまいちよく分かってないんですけど、ホーム画面にてユニットのボイスが追加。はいはい。レグルス喋ってる今。私押してみたんだけど、私ちょっと聞こえてないのでね。なるほど。んで、
俺はそれをよく知っている。これだ。五強星が出ると。五強星、あ、ユニット発体。あ、超英雄祭かけるだからか。フリード、グロール、リシュリー、ルーベ、ソニエ、オンファン、アルマ、ラプレ。おお、いいですね。ルーベさん使ってる人見たけど強かったな。いや、ソニエ欲しいな。みんな持ってないな、この辺。で、一万錬金瞬間。口も当てないね。え？これめっちゃ熱くない？英雄祭かける反逆の五強星限定ユニット、いずれかが、シュエーだって。え、フリード、グロール、リシュリー、ルーベ、ソニー、オンファ、アルーマ、ラプレのどれかが絶対出るってこと？え、これはやばいよ。これは激アツだよね。マジ？だってどれも持ってないよ。いや、これもうガチャ引いてみてらね。よし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 。はい。ということで、5月22日、今日のアップデートについて雑談してみました。まあ、あれですよね。なんだろう。地味に嬉しいことが多いのかなと。中にはね、あるかなと思います。はい。ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。後日、ガチャ動画も上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。